S2003J16 S は木星の衛星の一つである。2003年2月6日以降の観測で、ブレッド・ジェイ・グラドマンが率いる観測チームによって発見され、S2003J16 という仮符号が与えられた。観測には、カナダ・フランス・ハワイ望遠鏡とハワイ大学の望遠鏡が用いられた。S 203J16 の見かけの等級は23.3で、アルベド0.04と仮定した場合、直径はおよそ 2km と推定される。また、密度を 2.6g ラム毎立方センチメートルと仮定した場合、質量はおよそ1.5千 13kg と推定される。S203J16 は、 木星から1930万 km と2270万 km の間の距離を逆光軌道で公転し、軌道傾斜角が150度前後の不規則衛星のグループであるアナンケ群に属していると考えられるが、軌道が確定しておらず分類は未確定である。s j は年の発見報告以来しばらくの間観測報告がなく、 見失われた状態にあった。その後2017年3月から4月にかけて、スコット・エス・シパードラによって、再び観測されている。2018年時点では、衛星の確定番号は与えられておらず、命名も行われていない。ありがとうございます。